来ましたよ。あ、来た。そっちの方がインパクト大。やば。疲れるわ。どうすか。いいね、蕎麦屋のカレーだ。あ、そうそう、蕎麦屋のカレーなんです。うまい。本日は、1軒では終わりません、2軒目西成来ました。ちょっとだけ探索しようと思います。玉で、ね、いやでもすごい安いですよ。あー、電車出てということで、山木並びます。来ますよ。やばいっしょ。やばい。もう外まですごいね。はい。ちゃめちゃ並んでる。近づいてきたよ、順番。もうちょっとです。はい、茶で乾杯。はい。いいな。いやでもやっぱ飲みたなるよな、これ。めっちゃうまそう。あ、そっか、そう、飲まれへんかも。そう、飲みたい気持ちは全くわからないです。ですよね。するよね。そこ行くんですか。ありがとうございます。じゃあどうぞ。うめえっす。どうすか。うまですよね。うまい、マジうまい。いただきます。うまい。やばいっす。油のとこうまい。油のとこうまい。あんだけカツ丼食べてて。やべ。肉自体が別腹さんでね。ブリブリってなる。ブリブリやばい。ブリブリってなる。やっぱ。うまい。うまい。いやどうでした、山木。うまかったでしょ。本気中やばい。しょうがやすってレバーやばい。めちゃめちゃうまかったね。いやまさかカツ丼の後にホルモンまで食べてお散歩すると思わなかったです。ほんま、はい、油もうまかったけどレバーもうまい。あれやばいですね。やばいですね。なかなかね。いやでも多分関東の方にあるんですか。あるはある。なるほど。味付けとかはどうなんですか。あっちがね、ちなみに三角公園です。あ、西成の三角公園です。はい、そうです。アメ村の方じゃない三角公園です。あー、なるほどね。はいはいはい。ああ、はい。これ今次のお店向かってるんですけど。あ、パチンコ。はい。どうなんでしょうね。大丈夫だと思いますけど。はい。老舗の底力って書いてます。はい。入りづらいかとは思います。はい。靴も1100円で売ってます。お安くお求めできます。あ、っていうかね、これこうガチでこう今ね、このここのゲーセンめっちゃ来てました。僕すげえレトロなやばっか。はい、いい。あ、すごいよ。このコスチックの乗り方いいっすね。いや、何今のどこやったかな。結構ね、あこの辺は地元地元の。あ、いや、ね、僕もうちょっと、まあ、もっと離れてるんですけど、ちょっと
ただあのこの近くにあの幼稚園があったんですよ。こっち側に今あ向こうの方に、あそこに僕はその幼稚園に行ってたんで。いやいやです、なかなかカオスな雰囲気が出てますね。いやでも、ちょっと雰囲気が変わるっすね、やっぱ。商店街ともまた違います。これ一応駅前の商店街なんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、ね、ここはね、あの萩の茶屋。はい、いやもうさっきのでもあのリアルにさっきのあのゲーセンマジでめっちゃ行ってました。こっちのゲーセンじゃないですか。あっこのあのテレビあのテレビタウンゲーセンめっちゃ行った。あこれね、あのねブラックジャックよくやってました。あのなんかメダルゲームみたいなのあるじゃないですか。いややってましたねマジで。いや、やばいっすよ、ほんま。でもいい雰囲気ですけどね。うん、うん、自分の思い出のみたらし団子食べに行きたいと思います。いやね、うまいっすよ。なんかね、もうほんまに思い出で、あの子供の頃のおやつといえばもうそこやったんで。本当にちっちゃいとしたら、そうそうそう、もうめっちゃなんか、まあもちろん普通のあのみたらし団子なんですけど、うん、もう一個あの違う種類があって、ちょっとお楽しみなんですね。そうそうそう。どんなみたらし団子？ね、もう言っときますけど。あ、言っとき、見たらわかる。見たらわかる。見たらわかる。ね、ちょっとあのバテてきた。そんな歩いてないよ。そんな歩いてないよ。ちょっと歩いてないかな。懐かしい、ここの歯医者行ってたし。え、歯医者？もう歯医者。夏。いや何年ぶりやろ。てかそこ曲がったとこなんですよ。こっち右に。開いててくれ頼む。開いててくれ。やってる？うわー。残念。毎週日曜日定休日。金曜日です。はい、ここのみたらし団子福屋さんの、団子をタキハキはいつも食べてました。めっちゃうまいっす。残念ながら。なかったっすね。閉まってましたね。残念。はい、あの青のりを使った。ああ、青のり。みたらし団子なんですけど、ほんまに元祖甘じょっぱいって自分は思ってます。はい、次回あるのかないのか、あるのかわかんないです。これいきなりもうなんか突発的に起こってますからね、これも。カツ丼食いに来て、その勢いで西成来てみたみたいな。はい、そういう動画？動画なのかな？わからんけど。なんか地元に久々に歩きに来たんは、なんか良かったっす。ほんまに懐かしい。ここめっちゃ通学路でしたもん。ここの前の道とか。うーん。ちょっと歩いてみたんですけど、残念でした。はい。ということで、はい。ちょっと。みたらしツアーある、ありかもしれない。しんどいかもしれない。いやー、多分ね、2軒目ぐらいでもきつくなりますよ、ね。という感じで、以上にしましょう。はい。なんかありますか？行きましょう。はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またそれではまた、さよなら。